ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あ、待って、これプレゼントとか受け取っとこう。プレゼントボックスまとめて受け取り、オッケー。強化マニュアルってどう使うんやろ。ん、これはお知らせ。まあ、なんかチェックマークついてるの気になるけん開けとこ、とりあえずそれじゃあこれで、あ、あかね、うちのミルタンク気になるやろ。あんた見る目あるやん、ハートにつきゅんやんな。ほなまた。この子のええとこはな、ズバリ可愛い、強い、以上やで。あかねってさ、めっちゃ可愛いポケモン好きよね。私と私のポケモンは回復やポケモン能力を上げたりするのが得意なの。攻撃は苦手だけどサポート頑張るね。期待に応えるのは慣れてるの、だから期待しててね。誰だよ、別に私のサポートしてくれるわけじゃないでしょ。違うよね、別に。よ、ポケモンが素早いほど技ゲージは早く溜まる。その分多く技が打てる、だから素早さはとっても大事。あ、そういうところに関係してくるんやね。メーターが溜まるかどうかの速さなんや。僕自身の素早さも上げようとポケモンと一緒に走り込んだよ。特に変化はなかったけど、すごく健康にはなったよ。うん、変化ないんかーい。本当のエリートは眠りにこだわるのよ。日中消費した体力を回復することが大事だからね。すごいわ。かわいいポケモンの抱き枕とムシャーナちゃんの悪夢よけ、これで完璧だわ。ムシャーナって何、ポケモン、なんかよくわからんけど。お、怖いおじさんここにおるやん。ポケモン勝負では相手の弱点になるタイプの技で攻撃すると多くのダメージを与えることができる。だけど全てのタイプに効果抜群のタイプを見つけた。何それ。それはかわいいタイプ、かわいいは素晴らしいんだ。顔は怖いけど、かわいいもの好きなのね。意外と。ねえ、気づいたらパシオにいて WPM に出ることになったんだけど。そっか、 WPM が終わったら帰らなくちゃいけないのかな。でもパシオの人たちと話したり冒険してたら帰りたくなくなってきて、私ホスト側パシオで迎え入れるのやりたいって感じなんだよね。え、いいんじゃない、やれば。なんかダメなの、家庭の事情的な。ちょっとよくわからんけど。あ、ちなみにこの、どこだ、ここで合ってるよね。ちなみにこの、あれ違うぞ。ありがとうございます。ん、あ、メイこんなところにおるやん。パシオには本当にいろんな地方からトレーナーさんが集まってきてますね。連れているポケモンもみんないろいろで、できれば全員と勝負したいです。よし。できればじゃなく絶対したい、絶対したいです。こんな機会めったにないですよ。トレーナーたるもの逃してはありません。めっちゃ意欲的やね、いいと思う。いいと思う。え、で、あ、こっちか。いらっしゃいませ。ね、このバディーズサーチに必要な、今1390もあるんや。あ、10連バディーズサーチが3000、めっちゃかかるやん、やば。で、1個だけのバディーズサーチが300で、1日1回割引が、まあ、優勝100で、え、これは普通の10連ではなく1回ってことかな。そういう感じか。1回限定で星5が1組確定、10連バディーズサーチ、うん、なんかこういう感じらしい。じゃあ全然もうバシバシダイヤをもらっても全然足りんわけや。怖怖さあ冒険出ますか。じゃあバディーズエピソードが解放されました。バディーズエピソードでは仲間になったバディーズのストーリーを見ることができます。あ、そんなんあるんや。特定のバディーズのレベルが上がると進化のエリア情報を獲得できます。挑戦するには進化石のかけらや進化石の塊が必要です。なんだそれ、ちょっとよくわからん。このバディーズエピソードをクリアすることによってポケモンが進化し、バディーズの強さを上げることができます。それはバディーズエピソード、おお、なんかいろいろとあるっぽい。たけしから、とある日のたけし。とある日のたけし。スタート。この辺りで広いところは、この中で石ゲットできるのかな。アイナじゃないか、買い物か。散歩してたところ。よし。そうか、だったら俺に付き合ってくれないか。町の周辺でトレーニングができる広い場所を探しているんだ。
いいよ、探しに行こう。それなら森に行こう。え、町の周辺、じゃあ森行く。ありがとう。よし、それなら善は急げだ。早速行こうじゃないか。アイナがいい場所を教えてくれて助かったよ。イワークは見ての通り体が大きいからな。外やジムのように広い場所でなければ一緒にトレーニングできないんだ。なるほど、確かに。イワークも嬉しそうだ。ここは気に入ったんだな。俺にとってイワークは今も昔も頼れる相棒なんだ。そんなイワークがのびのびと体を動かせる場所を探すのはトレーナーである俺の務めさ。よし、いい頃合いだな。俺もトレーニングするとしよう。体を鍛えるの。トレーナーも？もちろんだ。ああ、俺はイワークと一心になって戦いたいんだ。一緒にトレーニングして体を鍛えることで、おのずとイワークが得意とする戦い方や能力を知ることができて、最大限活かせるからな。おかげで俺はイワークと、散々の、散々数々のポケモン勝負を乗り越えられてきたんだ。私にもできるかな。もちろんだ。当然さ、アイラのコーチである俺が言うんだから間違いないよ。コーチなの？もしかして、たけしさんですか？誰？なんだ、山男たち？ああ、俺はたけし。石のように硬い男さ。それで、俺に言おうか？たけしファン1号やって。俺たちはたけしさんに憧れて、岩タイプのポケモンを使っているんです。どっせ！たけしさん、俺たちにもトレーニングお願いします。おお、嬉しい言葉だな。よし。それなら、あいな。さっき言ってたことを試してみたらどうだろう。彼らのトレーニングになるだろうからな。おお、頑張ります。え、なに、もう終わったの？トレーニング戦うわけじゃないやね、実際に。くたびれた。すごいじゃないか。ああ、山男たちも満足そうだったな。ありがとうございます。気にしないでくれ、俺がしたかったことだからな。そうだな、アイラにはポケモン勝負のセンスがある。きっと将来大物になれるかもしれない。大物になれるかもしれない可能性を秘めているんだ。俺はその瞬間をこの目で見てみたい。買いかぶりすぎだよ。目標は大きい方がたくさん頑張れるだろう。今でこそ俺はああやって慕ってくれるトレーナーがいるが、俺もアイラのようにポケモン勝負の経験が浅い頃があったんだ。そこから今のトレーニングみたいに夢中でいろいろな経験を積んでジムリーダーになれたってわけだ。だからアイラも強くなれるはずさ。今日のトレーニングは俺とイワーク流の方法だったが、さっきのトレーニングの経験がアイラの身になってくれたら嬉しい。イワークも応援してくれてるみたいだ。ありがとう、頑張るよ。ああ、その息だ。よろしく頼むよ。俺にできることがあったら言ってくれ。力になりたいからな。ありがとう。普通にこれで戦ってレベルが上がるんかと思ったけど違うんやね。そういうことではなく、あくまでストーリーということなんだね。なるほど、なるほど。あ、なんかどんどん増えていくとかそういうわけではなく、こう、何？何？徐々に増えていく感じ？バディーズエピソードっていうのも。そういうことか。ほうほう、なるほどね。あ、なんか、おる人間が変わった。てかなんか結構な頻度でびっくりマークつくんやね。アイナは好きな人おる？うちはいっぱいおるで。みんながうちは大好きや。お願いするで。だからうちのこともみんなに好きでいてほしいねん。恋バナかと思ったら違うんやね。この前勝負に負けてめちゃくちゃ悔しくてさ、何が原因かめちゃくちゃ考えたんだ。考えてもわからなかったんだ。連携なのか相性なのか。え、きっと私より研究してたんだと思う。まだまだ分からないことばっかりだけど、頑張ればなんとかなる、きっと。いいね、超前向きや。ホープトレーナーというだけあって。ワールドポケモンマスターズ、強いトレーナーばかりで勝負が楽しみね。なんか WPM って略して言ったらさ、ワールド、なんやった、ポケモンマスターズ、なんかちょっと、え、ワールド、ん？ PM？ ポケモンマスターズであったのかな？その略じゃない方を忘れそうやね。もし勝負ができるなら氷タイプの使いで、あの人と戦ってみたいわ。よーし。関東の四天王カンナ。彼女に私の全力をぶつけたい。カンナってどんな感じやったっけ？氷？
氷タイプ。カンナ。わからない。おばあちゃん？あれ違ったっけ？あの、ポケモン勝負も楽しいですけど、たまにはのんびり散歩するのもいいですね。ごめんなさい、嘘ついてしまいました。はい、本当は超ポケモン勝負したい。だって私ポケモン勝負大好きなんです。一番好きなものはって聞かれたら絶対ポケモン勝負っていうくらい。そんなに？まあ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 楽しいけれども楽しいけれどもね。ここにもあそこにもゴミが落ちとる。橋はみんなの遊び場、自分だけのものではない。その自覚が足りないもんがこうやって平気でゴミを捨てていくんだな。なんか意外ときっちりしてるんだね、おじさん。なあ、ポケモン勝負で大変なのは勝負するポケモンたち。よし、だから俺はその大変さを少しでも共感できるようにポケモンと体を鍛えているんだ。攻撃を耐える辛さ、厳しさ、それを知っていれば勝った時より嬉しくなれるからな。すごいね、かっこいいね。私絶対体とか別に鍛えたくないんやけど、まあでも太りたくもないんやけどねはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。どうしよっかな、ストーリー、メインストーリーとその何やった、バディーズストーリー交互にやっていこっかなね